はい、どうもこんばんは、青木です。現在僕は大阪にいます。ここは関西一の大ターミナル、大阪駅、 JR の大阪駅になっております。はい、ということで今日はですね、7月の15日金曜日、午後8時前を迎えております。はい、お仕事が終わってね、この大阪駅に来てますけど、すごいでしょ、これがね、あの関西一の通勤ラッシュ、皆さん新快速電車にね、乗り降りをされている、そういうですね風景になっております。関西一早いね、特急以外の電車として知られている新快速電車がね、あそこに止まってるんですよ。でね、今日はですね、はい、7月15日ということで、明日からね3日間海の日の3連休ですね、土日月と3連休があるわけなんですけども、まあ、私青木もですねカレンダー通りのお休みをいただいておるわけでございます。はい、ということで、何をするかというと、はい、福岡に行きます。はい、毎度おなじみ福岡に、今から行くわけなんですけども、今回はね、あの実は3連休の中日、17日日曜日の6時ぐらいまでに博多に行かないといけないんですね。博多駅の近くに行かないといけないんですよ。なのですごく余裕があるんですよ。ということで今回はね、福岡まで行くのに時間があるということですので、大阪から福岡まで途中下車の旅をやってみたいと思います。はい、大阪からね、今から西に向かいます。主に在来線で向かいます。はい、というのはね、あのよくね青春18切符の旅で、あの在来線の、ね、特急を使わずに、行ったりとかしてる人結構いるじゃないですか。でもね、私青木はね、あのそんなね、まあ、18切符って、まあ、安く行けるからいいんですけど、座席に座れなかったりとかね、ちょっとね、あのしんどい思いするリスクもあるわけなんですが、そんなねリスクは背負いません。はい、あ、負いませんか。リスクを背負うってなんだって感じですけどね。はい、まあリスクを背負いませんということでね、あの強調して言いたいわけなんですけども、はい、まあ在来線メインで、岡山、広島、山口を通って、瀬戸内海側ですね。はい、地図出てるかな。はい、地図出しましたけども、瀬戸内海側を通りまして、福岡の方に、3日間かけてですね、向かいたいというふうに思います。で、じゃあ今からですね、大阪から今日はね夜なので、あんまりね遠いとこまで行けないんですけど、岡山まで行きます。はい、で岡山まで行って、明日ね、岡山から、ずっと、福岡の方にまた向かいましてですね、瀬戸内海側の美しい景色を、お楽しみいただきたいわけなんですけども、まあ、それはね瀬戸内海は明日ということなんですけど、じゃあ今日は何するかというと、ここからね岡山まで特急を乗り継いでいきたいと思います。はい、って思われたからね、大阪からね岡山まで行く特急があるのって、実はね一回乗り換えればあるんですよ。はい、いや岡山、大阪から岡山ってね、あのここから新大阪の駅まで行って、そこから新幹線に乗って、で、まあ3、40分ぐらいかな、で、4、50分かな、4、50分ぐらいで、のぞみ号だったら着くんですけども、それがね結構メジャーで、あのその他の手段で行かれる方っていうのはあんまりね、まあ、高速バスとかあるでしょうけども、ないと思うんですけどね、実はねここからですね特急列車を乗り継いでですね岡山に行くことができるんですよ。それをねめちゃくちゃやってみたかったんですね。はい、で、それがね面白いのが、あの新幹線で行くよりも値段が高くなるんですよ。はい、なので私みたいなね YouTuber ぐらいしかやらないようなことをね今からやりに行きたいと思っています。はい、で、ここね今11番乗り場にいます。はい、あれ青木さん11番乗り場って、福岡と反対の方向に行く乗り場だよって、ね、方ね、はい、お詳しいですね。11番乗り場というのはですね主に特急サンダーバードが発車するところです。でサンダーバードはですね、福岡と反対向きに走りまして、金沢の方に、行くわけなんですけどね。はい、でなんでじゃあどんなところにいるかというと、まあ、まずねこの大阪駅1、結構高級感漂うホームなんですよ。ここ11番乗り場、この照明とかすごいでしょ。であの駅員さんのこのね放送もね、特急が、来て自由席が何号車で指定席が何号車でって、そういう放送もね、じゃあの他の、ホームね、今 あそこに白い電車いますけど、ああいう通勤電車が出るような、ところでは流れないんですよね。だからまあ旅情を楽しむにはねここが一番いいと。で、もっとね強い理由っていうのがここですね。はい、こちらコンビニエンスストアがあるんですね。はい、でちょっと前まであの駅弁屋さんが横にあったりしたんですけども、実はですねここにねあの大きいコンビニエンスストアがあって、ちょっとねあの特急の中で食べる、
ご飯とかをねここで調達できるかなと思って、ここに来ました。さあ私たちはですね3番乗り場4番乗り場のあるホームにやってまいりました。さあこちらに出ておりますですね、20時6分発、スーパーハクト鳥取行きに今から乗ってまいります。はい、鳥取まで行くんじゃないですよね。途中のですね上郡というところでですね、岡山行きの特急に乗り換えができるということなんですよ。これどういうことかと言いますとですね、大阪駅はですね、日本の大動脈と言われる東海道本線 JR 東海道本線ですね、まあ、JR 京都線神戸線ともね言われますけども、それは通ってます。で、スーパーハクト号はそれをねひたすら西に行くんですけども、上郡から分岐して、鳥取の方に行くわけなんですね。で、なんですけども今度はね逆に鳥取から、上郡まで来て、で、さらにこの、山陽本線、そう、この路線はですね日本大動脈東海道本線は、大阪から神戸に行きますと山陽本線というですね、路線名に変わります。で、山陽本線の上郡という駅ですね、神戸でさらに西の駅、そこからですね、鳥取までスーパーハクトが分岐していくわけなんですけども、逆にね鳥取から来て、で、山陽本線さらに西に岡山まで行ってくれるスーパー稲葉号というのがございます。はい、ですので、そのね上郡という駅でその20分ぐらいでね、その稲葉号が乗り換えができるということですので、これはねすごいいい乗り継ぎだなと、ということでですね、今回はこのスーパーハクトとスーパーイナバをですね乗り継いで、ここから岡山まで行きます。あ、もう来ますね。もうなんか忙しいな。あ、やっぱかっこいいな。スーパーハクトがやってきました。窓大きいですね、やっぱスーパーアクトってね。まあ、夜なんでね、あんまり眺望は期待できないんですけど、ただね、明石海峡大橋とかしっかり見れるはずです。さあ、では乗っていきましょうか。神戸駅を出ました。はい、神戸駅を出たということで、東海道本線から山陽本線に、ね、入ったわけなんですけども、今通過したのは兵庫駅ですね。そう、面白いですよ。神戸駅の次の駅が兵庫駅で、県庁所在地の、市の名前の次の駅が、その県の名前っていうのが、ね、面白いですよ。兵庫県神戸市ですからね。でこれなんでかっていうと、兵庫って別にこれ兵庫県っていう意味で言ってるんじゃないんですけど、兵庫区っていうね、そういう、ね、区があるんですよ。兵庫っていう名前の区があるんで、その中心の駅ってことで兵庫っていう名前になってるんですね。はい、なのでまあそういうネーミングセンスでやったってわけじゃなくて、たまたまね、そういう風になってるってそれだけの話です。でこれ面白いでしょ。これ今 JR 乗ってるんですよ。そう、今回はね JR ね乗ってずっと福岡まで行くわけなんですけども、これ地図急行で書いてあるでしょ。そう、この列車ね、JR の車両じゃないんですよ。 JR の車両じゃないのはね、JR 線内をね堂々とね、すごいです、めっちゃ速いですよ。これ時速、最高時速130キロ出してるんですよ。ねえ、いやすごいですね。もう本当
先進がある、そういうね車両は、これがスーパーハクの車両なんですけども、どうしてかというと今から行く上郡というところからですね、分岐します。山陽本線から分岐するんですけども、その分岐先がですね、JR じゃなくて私鉄になってるんですね。その名前が、地図急行ということで、このですね車両はですね地図急行から来てるんですよ。そう、地図急行が、JR に乗り入れる特急車両を作っちゃったっていうですね、どんだけね乗り入れたいねんっていう、そういう、ね、意欲が伝わってきますよね。はい、ということでですね、ちょっとこの地図急行の車両の中をねご紹介しましょう。これ結構ね揺れるんですよね。あの座席はねそんなに揺れないですけど、このつながり目のところとかはね結構揺れるんですよ。はい、これが自動販売機でございます。そして、はい、これが鳥取海岸って書いてありますけども、鳥取県岩美町ですね、鳥取市の隣だったかなにあるんですけど、これめっちゃ綺麗ですよね。日本海はすごい綺麗なんですよ。以前ね、あの出雲大社のところにある日の岬もね、あの一緒に、行ったと思うんですけども、一緒に行ったって動画でご紹介したと思うんですけども、鳥取のね PR をして、地図急行はね鳥取県の、ね、会社ですからね。こういうですね観光案内見てると今から鳥取に行くような気がするんですけど、鳥取県はね一切今回通らないですよね。まあ鳥取のロケは鳥取砂丘のロケを去年ねやりましたけど、もう一回行きたいなと思ってますね。あそうだ、米子も行きましたね、北郎列車とか乗ったりとかしてね。はい、でこちらがですね、スーパーハック号のお手洗いなんですけども、こちらですね立派な洗面台までついてるんですね。そしてまたここにもね、鳥取県の PR 観光 PR があります。ね、このスーパーハクトに、ね、乗るといつも、ね、思うんですよ。ここなんか天の橋立がありますけど、京都ですけどね、なんかねもう今から、ね、観光行くのが超楽しみになってくるんですよね。さあということで、そう言ってるうちにじゃあ写真を見ますね。はい、これ見てください。なんもないでしょ、もうこんな田舎に来たのかということなんですけど、これはですね、はい、今回初めて見ます瀬戸内海です。瀬戸内海ですよ、真っ暗ですよ、これ放送事故ですよね、これ放送事故で起こす覚悟でね瀬戸内海見てるんですけど、わかります、これ堤防道路みたいなところをね今走ってるんですよ。あ、でここに駅がありますね、駅を通過して、はい、駅を通過しましてですね、はい、ちょっとカメラの感度をちょっとだけね、光が入るようにしてみたんですけど、どうですかね。なんか車よりもめっちゃ速く走ってるっていうのがねよくわかりますよね。そうですよ、ディーゼルカーですよこれ、ね、ディーゼルエンジンで走る列車がですね、車がこれすごいどん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 抜いてますね。これ何台目だこれ、7、8台ぐらい、9台、そう、今これビデオ回し始めてたらね、おお、どん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 抜いてくる、すげえなこれ。こちら目の前を走ってるのはですね、はい、これもね同じく、道路の日本の大動脈である国道2号線です。でこの国道2号線っていうのは、大阪からですね、北九州の門司まで、伸びています。で私たちが通るルートと同じですね、岡山、広島と山口を通って、でそれでですね、福岡まで行くというそういうルートになっています。で、国道1号線っていうのもあります。で国道1号線っていうのが、東京から、大阪まで伸びてまして、大阪駅前の梅田新道ってとこがあるんですけども、その大阪駅前の交差点で国道1号線と国道2号線が交わってるっていうか、まあ、あの国道1号線まっすぐ行くとね国道2号線に行くっていうそういうルートになってます。さあということで、その話すると見えてきましたよこれ、はい、明石海峡大橋、明石海峡大橋ですね。うわ、いいタイミングで電車来るな本当にはい、でも見えますかねこれ、ライトアップ、橋がライトアップされてます。さあ、そして明石海峡大橋の元にある舞子駅、舞子駅をですね今通過をしております。はい、見えたかな皆さん、舞子駅大橋、あ、これ見えた、はい、さあ舞子駅大橋ですね、フェリーからね1回見たこと、1回か2回ぐらいかな、ロケしてね見たことあるんですけども、列車から見るのも、ね、綺麗ですよね。ただフェリーに比べてね通過する時の速度がね尋常なく速いですね。あ、でもここからもよく見えてる、お、すごいな。今通過したのはね、あの塩谷駅、あ、塩谷じゃない、朝霧だ、朝霧って駅なんですけど、今朝霧の駅からねめっちゃね、あの明石海峡見えるんですね。お、すごいな、すごいすごいすごい、こんなよく見えるんだ。はい、と言ってる間に列車ですね、はい、
明石焼きですね、たこ焼きで有名な明石に着きます。明石はね、あの大野棚っていう大市場があって、海鮮がね結構美味しいということで知られているんですよね。あとはそうですね、そう今ねちょうど、はい、駅を通過しているんですけども、この辺りがですね、はい、四五線って皆さんご存知ですかね、東経135度、そう日本の、時間を決める線ですね、はい、東経135度、ね、この近くを通ってます。だからまあ日本の真ん中あたりっていうのがね、ここに当たるわけなんですけども、はい、東経135度をが通る町としても有名な明石市ですね。ではその明石のその、東経135度のところに、まあ、天文博物館みたいなのがあるんですよね、まあ、そこが、まあ、そこを通ってるから、東経135度なんだよみたいなそういうね言われ方をしてるんですよね。さあでは明石に着きました。あ、そうこの辺ですね、これ今山陽電車ですね、向こう通って山陽電車の一丸前って駅を通過したんですけど、この辺りがですね東経135度、山陽電車正面来ますね、いいタイミングですね。さあじゃあね席戻って上郡の駅まで着くまでゆっくりしましょう。ということで上郡駅に到着をしました。うわーすごい緑の匂い、自然の匂いがする。いやもうあたりは真っ暗ですね。この駅があるからですね、明かりがあるというようなそんな感じがしますけども、ここは兵庫県でもですね、はい、駅名はありますけども、一番西にある山陽本線の駅でございます。で、次の駅が三井市というなってるんですけど、次の駅って言ってもねこれ10キロ以上、ね、離れてるんですよね。はい、ここからですね、船坂峠というですね峠を越えまして、兵庫県から岡山県に行くわけでございますけども、この駅はですね、その船坂峠を越えません、はい、越えずにですね、ちょっと北上しまして、もうちょっとだけ、兵庫県走ってから岡山県に入り、そして鳥取県に抜けていくというそういうですね、経路を辿ってまいります。はい、ということでスーパーアクトね、大阪駅の時点では結構な、ね、人乗ってたんですけど、そう鳥取にみんな行くんかなと思いきや、結構ねあの途中の明石とか姫路で降りていく人が多いんですね。そうこのスーパーアクトってね、あのこの時間帯は、新快速と同じね、三宮より先は新快速と同じ停車駅を止まって、姫路まで行きますのでですね、ですのであの通勤客輸送としてもね、そう活躍してるんですよね。切符の料金にですね、普通の切符の料金に500、600円ぐらい足すだけで乗れるんですよ。しかも指定席に乗れるんで絶対座れるってことでね、はい、本当にねあの同僚同士かな、あのお酒飲みながらねゆっくり、帰り道を楽しんでた方々がいてね、いいなーって幸せそうだなーというね出ました。まあ私もね、幸せですけどね、こんなね途中下車の、旅が、ね、できるなんてね。はい、ということで、上郡駅でですね今回使ってる切符とか、今回の旅の詳細をね、ご案内したいと思います。というのは次の、乗るですね、稲葉号まで、15分ぐらいねあるんですね。さあということでこのかっこいいですねスーパーハクト号を見送りします。あ、そうハクトってどういう意味か知ってますか。はい、ハクトっていうのはね漢字で白いっていう字と、ウサギという字を書きます。ハクが、白いですね、トウがウサギ、そう、白いウサギという意味なんですね、稲葉の白ウサギというね、伝説があるんですけど皆さんご存知でしょうか。はい、そのね伝説の舞台となった稲葉神社、あ違うハクト神社だったかな、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、そういうですね神社がですね鳥取県の日本海側に位置しております。はい、でスーパー稲葉のね案内がしてますけども、そう稲葉ってのが鳥取の、旧国名になってるので、ですので、まあ、稲葉そして白兎
だから白兎から稲葉乗り継ぐ、だから稲葉から白兎に乗り継げば稲葉の白うさぎというね、そういうね、あの乗り継ぎルートができるんですけども、今回逆をやらせていただきますね。はい、白兎の稲葉ってね、ちょっとね意味がわからないような、そんなね、あの響きになってますけども、はい、まあね、西に向かう、今日福岡に向かわないといけないですね。はい、ですので、白兎の稲葉ということで乗り継ぎをしてまいります。さあ、ちょっと明るいところでね、優先座席って書いてあるけど、このホームの中に私以外に優先される人がいない、優先される人がいないっていうか、人がいないっていいのか、はい、ちょっと優先席しかないんで誰もいないですよホームに、はい、ということを確認した上で、ちょっとね、今回使う、切符のご案内をしてまいりたいと思います。はい、ということで優先座席の上にね、堂々と切符を置いておりますけれども、今ね使ってる切符はですね、まず乗車券、鉄道に乗るにはね、まず乗車券があればですね、乗車券っていう普通の切符ですね、はい、普通の切符があれば、特急以外のね列車、要は快速とか新快速とかに、普通列車とかに乗れるという仕組みになってます。これは JR のね、あの切符の、仕組みを簡単にね言うとそうなんですけども、じゃあその乗車券っていうのはどこまで買ってあるかというと、下関まで買ってあります。でその都度ですね、アレンジしつつ、いろんなね特急とか新幹線に乗るというような、そういうようなねルートで行きたいと思います。そうで、そのアレンジするっていうのはですね、まずは特急券ですね、はい、JR の場合特急に乗るには特急券が必要です。で新幹線に乗るには新幹線特急券というですね、ものが必要になってまいります。はい、でこれがまあ基礎知識ということで覚えておいていただければと思います。だから、下関までの乗車券しか持ってない場合、要は切符しか持ってない場合っていうのは、さっきの、ね、スーパーハクトもで、これが乗る稲葉もね乗ることができないんですよね。はい、で、なんですけど今回はハクトと稲葉を乗り継ぐということで、料金こちらです。はい、大阪から下関の乗車券のに加えてですね、はい、大阪から上郡までの場合は、1760円ですね。そして、こちら、岡山から上郡から岡山、これについては1100円を足しておりますので、まあ、大体2860円かかるわけですね。はい、合計で。この合計2860円の特急料金っていうのを、追加したということになっています。はい。貨物列車が通過してきますね。はい。東海道本線及び山陽本線はですね、日本の大動脈ですので、これからこういった貨物列車もね、よく見ることになります。そして今日は夜の移動をしております。現在21時35分ぐらいかなになっておりますので、貨物列車というのはですね、夜に走ります。そう、旅客、要は人が乗る列車が走っていないようなね時間に、多く設定されているということで、これからですね多く見る、今日はね多く見るようになるんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、これが日本の大動脈でございますね。こんなね、こんなねって言うとちょっと上郡の人に失礼になりますけどね、あの虫がね、はい、ね、虫がね、いっぱい鳴ってますよ。あの、じじじじ鳴いてるんですけども、こういうとこでもですね、貨物列車が夜になるとひっくり返しにね、走ると。そういうようなところがですね、この日本の大動脈、東海道本線、および山陽本線、ここは山陽本線ですね。はい。で、何話されたっけ？そうそうそう。で、この2860円という値段がですね、なんとですね、新大阪から岡山までの新幹線特急料金、要は切符に、プラスして、新幹線に乗るために払わないといけない料金、確かこれがね2500円とかだったと思うんですけど、それよりもね300円くらい高くなってるんですよね。はい、新幹線だったらね、大阪から岡山まで、まあ新大阪から大阪の移動もあるんですけども、それ考えてもまあ大体1時間で行けます。でもね、特急列車だったらね1時間で行けるとこって大体姫路ぐらいのまでなんですよね。はい、ここまでね、だいたい1時間半ぐらいかかりました。新幹線だったらね、もう広島ぐらいまで行けちゃうようなね、そういうような距離なんですけど、それに新幹線以上のね、投資をして乗っているということですので、これはね、本当に YouTuber しかやらないと。で、その証拠のですね、ここに来るとき乗り換え案内を聞いていただいたと思うんですけども、その時に特急稲葉に乗り換え、の方は何番乗り場に行ってくださいっていうような、そんな案内が一切なかったんですよね。はい。ということで、どんだけね、この、はい、この特急券ね、この2枚セット、特殊な人しか使わないということがね、
分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあね、このね、稲葉と白兎、白兎と稲葉か、白兎と稲葉を乗り継いだとしても、岡山までだいたいね、2時間半ぐらいかな。今日の岡山到着22時22分かな。2222、いいでしょ。このね、ゾロ目のね、時刻で到着するというふうに伺ってますので、大阪出たのが20時5分か、6分ですね。6分だったので、まあ、2時間と14分で着くことができるので、結構早いでしょ？で、2時間14分だったらね、結構、まあ、ご飯食べて、で、ちょっと、ビール飲んで、ゆっくりして、で、乗り換えて、また、ちょっとゆっくりして、で、それでね、ちょうどいい時間なんじゃないかなと思いますね。はい。では、稲葉号が来るのを待ちましょう。まあね、今回3連休で旅行するわけですけど、こんなに静かなところに何回来れるかなっていうような、そんなね感じもしますけど、今のうちにね、静けさというものをね味わっておきましょう。こう書いてありますね。あ、そう、これ普通電車って書いてありますね、この案内ね。はい、そう、この日本の大動脈、東海道山陽本線っていうのはですね、電化されてます。要は電車が走ってるんですね。これ見てください。上に電線ありますよね。で、普通電車っていうのはですね、上にパンタグラフをこうつけて、で、ここから電気を取って、架線から電気を取って、それでね、それを動力にして走っていくわけなんですけども、今乗ってきたスーパーハクトも、そしてこれから乗るスーパーイナバもですね、はい、パンタグラフがないんですよ。そう。電気で走ってないんですよ。そう、日本の大動脈、東海道山陽本線は全部電化されてる。電化されてるというのは、この上にね、線が張ってて、電車が走ることができるにもかかわらずですね、大阪から岡山という距離、だいたいまあ150、60キロあるのかな、もっとあるのかな、まあそういうね、距離をですね、パンタグラフがない電車が走っているんですよ。不思議じゃないですか。そう、特急スーパーハクトの中でもちょこっと言いましたが、このスーパーハクトおよびスーパーイナバは、ディーゼルカーです。はい、機動車というふうに専門的には言われるんですけども、ディーゼルエンジンで走っている。で、ディーゼルエンジンで走りますので、要はまあ車と一緒ですよ。このね、車ってね、パンタグラフなんかついてないでしょ。で、それと一緒で、この電気の上にね、電線がなくても走ることができる、そういうね、電車っていうか列車なんですね。そう、電車って言っちゃダメですよ、電気で走らないから。ですので、まあ、機動車っていう風に言ったりとか、ディーゼルカーとかって言うんですけども、なんでね、いや、そんな電気走ってんだったら、上電気走ってんだったら、その電車で走れよとかね、思うわけなんですけども、こっからね、分岐する、さっきね、列車内で行った、地図急行という路線がですね、上にね、この線がないんですよね。はい。電化されてないというふうに専門的に言いますけども、電化されてない状態ですので、ディーゼルエンジンで、走っているということです。で、ディーゼルエンジンで走ってんだけども、このね、上郡までで終わっちゃうと、大阪とか東京まで行くのに、あ、東京じゃないね、神戸とか大阪まで行くのに、乗り換えが必要ですよね。ですが、ディーゼルエンジンで、走る列車であっても、まあ別にこのね、上に電気があろうが、どこでも走ることができるということですので、この大動脈、東海道山陽本線、ここはですね、本当に速度をね、出す電車が走らないといけないような、要は電車だったら速度を出さないといけないんですよ。で、次から次にね、列車が来てたり、あと並行するですね、施設ともね、競合しないといけないということですので、高性能な、時速130キロ出るような、そういうですね、車両を地図急行が作っちゃったわけなんですね。はい。まあ、そのね、高性能な車両な理由ってもっとあって、ここからね、鳥取までって結構ね、山が険しいんですよ。ですので、まあ、そういう険しい山道でも、そこ出せるようにということで、さっきのできたね、スーパーハクト号、そして今から乗るスーパー稲葉号っていうのは、本当にね、すごい性能なんですよね。はい、ということで、稲葉号やってきましたね。特急機ね、指定席の番号、わかんない。とりあえず自由席乗ろうか。指定席持っててもね、自由席乗ることできるんで。はい。
稲葉号やってきました。はい、1号車、あ、1号車指定席ですね。稲葉号岡山駅です。さあ、でここで、方向転換するんですよね、多分。稲葉号西側からやってきましたんで、でまた西に向かうっていうスイッチバックと言いますけども、それを行うということですね。はい、稲葉号かっこいいな。どうしよう、自由席、こっち、こっちは自由席かな。はい、ということで鉄道のルール上ね、指定席券を持っていても自由席にも乗れるっていうね、それをご紹介しましたけど、まああの指定席も自由席もあの好き具合は一緒なんで、ちょっとね、あのちょっとデッキの方で何番の席か確認をしましたんでね、こちら1号車の指定席の方行きましょう。8番の D だそうですね。8、はい、ということで岡山駅に着きました。でね、ちょっとね、とある列車がね見れるということが発覚しましたんで、ちょっと今2番乗り場なんですけど、4番乗り場まで急ぎましょう。はい、発車、じゃ到着1分前、間に合いました。はい、ということで、いや、まあ放送がかかってますけど、寝台特急を見ますね、今から。はい、サンライズ瀬戸出雲号でございます。こちらの岡山という駅ですね、はい、サンライズ瀬戸号とそしてサンライズ出雲号が、連結をするんですね。はい、サンライズの途中までよろしくお待ちください。車内販売がありませんので、ということでこちらに出てますね、4番乗り場。サンライズ号も遅れてるみたいですね。あ、よかった。そしてここは4番乗り場の端っこなんですね。特急サンライズ瀬戸出雲号は連結作業終了後すぐに発車します。はい、岡山駅といえばね、この、到着メロディーですね。線路は続くよどこまでも、いい日旅立ちなどが使われています。これ聞くと、岡山来たなって感じがしますね。さあ、サンライズ号遅れてるみたいなんでね、マリンライナーですかね。マリンライナーの連結する用の、電車だけがやってきました。これも珍しいな。はい、このマリンライナーというのはですね、この岡山から瀬戸大橋を渡りまして、はい、高松、四国高松の方まで行きます。はい、ね、このさっき乗ってきた稲葉号を今発車してきましたけども、鳥取から、ね、岡山に来てと、そして岡山から、ね、また高松の方も行くことができるというですね、この岡山というのは本当に、この地方のですね、交通の要衝ということができますよね。はい、交通の要ですよね。で、江東っていうのは日本の大動脈、山陽本線でございます。そう、さっき言い忘れてたんですけど、山陽本線ってじゃあどこまで行ってんのかということなんですけども、下関です。はい、正確にはですね、
北九州の門司というところなんですけれども、下関というところですね、山口県本州の一番端っこ、そこからですね関門トンネルを通って、そして門司、そこが終点になっている。でそこで九州の大動脈である鹿児島本線と、合流するんですね。そういうですね、約40分遅れて運転しています。ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。約40分遅れてるらしいですね。ちょっとこれは40分待つわけにいかないですね。これちょっと40分はやめときましょうか。はい、ね、この、ね、岡山駅で大阪は分かるんですけど、富士とか静岡とかね、地名が聞けるってすごいですよね。ここあれですよ、あの今西に向かってるんですよね、私たちね。福岡に向かってるのに、ね、なんか静岡って地名が聞こえたりするって、もう違和感たっぷりです。まもなく南蛮物産公園止まりの電車が参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。この3番乗り場に来る、列車をね見てからも岡山駅行ってみましょう、ね、早くね桃太郎さんに、ね、会いに行かないといけないのね。そう、岡山はね桃太郎伝説が残る吉備の地域と言いますからね、この辺はね。さあ何がやってくるかな。はい、これはこの地方ではよく見かけるですね、115系電車というものなんですね。はい、青春18切符の旅ですとね、姫路まで、新快速で行って、で、そこからですねこういう黄色の電車に乗り換える、いや岡山のから来てる電車に乗り換えて、で岡山まで来るというようなね、こう工程が普通なんですけど、今回ね青春18切符とは乗り降りの際無縁の旅をしているわけですね。はい、3番乗り場に到着の電車は当駅止まりです。お乗りにならないようにお願いします。すごいでしょ、初日から特急をね2つ乗ったっていうね。まあ、あの夜の移動だったんでちょっとラッシュ時を避けるという意味で特急に2つ乗ったんですけど、まあ、結果的にね、ゆっくりした、いい旅ができたんじゃないかなと思います。はい、さあでは急いで4番乗り場にやってきたんですけど、40分ここで待つのはねちょっとしんどいんで、岡山駅ちょっと出ましょう。はい、これがですね岡山駅名物乗り換え案内看板でございます。はい、東京住まいの方ね、新宿駅にねこんなねいっぱいあのエゴジ、なんだ、中央線とか、埼京線とかいっぱいね書いてあるの、見たことあるかと思うんですけど、それにね匹敵するぐらいのね、いっぱいいろんなね路線がありますね。右側ですね、津山線ということで、ここから北上しまして津山の方に行きます。そして、その下はですね桃太郎線ということで、ここからちょこっとね西に行きまして総社というところに行くんですけども、桃太郎伝説が残る吉備津神社かな、その近くを通ります。でこの真ん中ですね、真ん中というか、真ん中寄りの右側、これが瀬戸大橋線ですね。はい、1980年代に開通しましたですね、本州と四国を一本で結ぶ瀬戸大橋を渡ってですね高松とか松山の方に行く、そういう電車が出てます。今もう遅い時間なんで松山とかね高知の方とか行く電車もないんですけど、四国各地にね、列車が出ております。はい、そして、これがですね今見ていただいているのが、山陽本線ですね、三井市東京って書いてあるんですけどね、これ三井市っていうところはねさっき上郡駅でも申し上げましたけども、沖縄県で南行ったな、岡山県で、一番東の山陽本線の駅、岩井岡山で一番大阪寄りの、山陽本線の駅になっていますね。はい、そして、そしたら東京ですね。はい、東京ということはですねこれ東海道本線の起点ですからね、神戸飛び越えて、大阪、名古屋、静岡、そして東京に行ってしまうというそういう寝台特急列車がね40分遅れで走っているということですね。はい、とてもねちょっとあの見る体力がないです。はい、そして、下が赤穂線というんですけど、赤穂といえばね赤穂浪士とか赤穂の塩で有名ですが、
この山陽本線の、ね、途中の相生という駅からですね、兵庫県の上郡のちょっと手前なんですけど、そこから分岐して、岡山の方に向かっている、そういう路線になってます。でそっちを経由してですね、備前片上、備前焼で有名なですね、備前市の方に行くという列車になってます。さあそしてこっち左側は何かというとですね、これは、私たちが明日、ね、乗っていきます。引き続き日本の大動脈山陽本線を乗っていくわけですけども、山陽本線を広島の方にですね行く、そういうですね路線になってます。でその下、白尾線って書いてあるんですね。はい、白っていうのはね、伯耆っていう、ね、国があるんですよ。でこれはですね、米子、そう、鳥取県でも西側、アルファワン縛りの旅でも行きましたけども、日本海に面した米子というところですね。なのでここは瀬戸内海に面していますと。そして、そこはですね、ずっと北上しまして日本海側に、行きます。そういう路線がですね、あるわけなんですよ。はい、ということでね、そういう路線がね、軒を連ねていると、軒を連ねて線路をね、並べているということで、この岡山駅というのはね、この日本の大動脈、山陽本線のみならずですね、四国に行く列車、そしてですね、山陰の米子の方まで行く、列車がね、あるということで、かなりですね、列車のバリエーションがある、そういう駅になっているということをね、感じていただければと思います。はい、ということで今回1回目の途中下車は岡山です。はい、いや岡山は久しぶりだな。通過はね、何回もしてるんですよね。福岡に新幹線で行くときはね、必ずここ通りますからね。これ新幹線もね、乗り入れてる岡山県の大ターミナル駅、岡山駅でございますけども、さあではね、こっちかな、後楽園口ってところ出たらいいんですね。こっちにね、まずは桃太郎さんにね、会いに行きましょう。はい、岡山駅の特徴としてね、ここにね、新幹線の改札があります。そしてこっちはですね、岡山の繁華街に行く、そういう出口になってます。これなんか違和感ないですか皆さん。そう、新幹線っていうのはですね、新しくできた乗り物です。新しくできたっていうのもね、山陽新幹線、ここを通ってるね、山陽本線の上を通ってる新幹線なんですね。もう1970年代にできてるんですけども、新しい乗り物なのでですね、繁華街の方、例えばね、名古屋だったらね、名古屋駅から栄の方に面しているそういう通りあるんですけども、そういう方はね、もうすでにね栄えてるんで、もう新幹線の線路なんか引くことはできないんですよね。そうね、この同じね名古屋の駅であっても、ちょっとねあんまり栄えてない方に駅というかね乗り場を作りがちになるんですけども、岡山は別なんですよね。栄えている方に新幹線の乗り場があって、駅があるっていう、そういうですね特殊な構造に、全国的に見ても珍しい構造になってます。さあ岡山駅を出てきました。はい、これはね先ほど申し上げましたけども、新幹線の駅ですね。新幹線のあそこにですね、700系新幹線が止まっていますね。500系かなこれ、あ、500系ですねこれ多分。はい、で、これ止まっているんですけども、こちらがですね岡山の一大繁華街ですね。はい、ちょっとねわかるかな。はい、これがですね、大きい通りがね見えますかね。これが岡山駅から岡山城の近くまで続いている桃太郎通りというところですね。はい、やはりね岡山は桃太郎の伝説を大事にしている、そういう街でございます。さあそして肝心の桃太郎さんをね探しましょう。あそこにいらっしゃいましたね。はい、このね500系新幹線とね一緒に映っている、あ、これやっぱり700系ですね、ごめんなさい。700系新幹線とですね、桃太郎さんをね、ご覧いただいています。いい絵でしょこれ。はい、ということで今回はですね、大阪福岡途中下車の旅ということで、大阪から特急を乗り継ぎまして、こちらですね岡山、はい、岡山までやってまいりました。で、ここからですね今日泊まる宿に向かいたいと思うんですけど、それはですねまた別のロケでね、ホテルガイドのロケとしてお送りしたいと思いますので、まあ、シリーズとしては続いていきますので、ぜひねお楽しみにしておいていただければと思います。そしてですね、私たち切符はね下関までしか買ってないというふうに言いました。下関から先じゃあどうするんだよとね、福岡まで実はね博多まで切符を買っていないんです。じゃあ買っていない状態でじゃあどういう風なね展開になるのかというのをね、ぜひお楽しみにしておいていただければと思います。それではここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。